ヘビメタがアパレルブランド、DMD フォックスアパレル、DMD フォックスアパレル、を設立。ファッション通販サイトZOZOタウンで5月7日、月曜日、12時から先行発売し、本日12時からは公式サイトとZOZOタウンでのティザーサイトもオープンする。先日、グラフィックノベル、アポクリファ、ザ・レジェンド・オー・エフ・ベビメタ、が10月に、刊行されることが発表されたベビメタだが、音楽以外のアプローチでその世界観をさらに広げていく。今回も新たなストーリー、新たなライフスタイルを提案するため、既成概念の枠組みを超えた取り組みにチャレンジする。過去に発売してきたコンサートグッズとは一線を画した新しいプロダクトで、メタルのハートと強靭な鋼の肉体を作るためのギアとして、スポーツウェア、カテゴリーであるブルゾン、ショートパンツ、レギンスを発売。発売はファッション通販サイトZOZOタウンで5月7日、月曜日、12時から先行発売し、さらに発売直前の本日4月25日、水曜日、12時にはブランド公式サイトとZOZOタウンでのティザーサイトのオープンに。加えて、ファッションコーディネートサイトウェアにて様々著名人を着用モデルとして起用した、このアカウントでしか見ることができないコーディネート画像が更新されるプロモーションも同時展開する。なお、ベビメタは5月からアメリカ、ヨーロッパをめぐるワールドツアー。ベビメタワールドツアー2018を実施する。本記事は、ローリングストーンジャパンから提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。